16号ではボイラー室を組み立てます。今回付属するパーツです。最初にボイラー室の天井にピンを3本接着します。開口部からピンの溝が見えないように、溝のある部分が壁を向くように取り付けます。次に15号で組み立てたボイラーを5個ボイラー室の天井に取り付けます。この字型の突起にぴったり合うようにボイラーの向きに注意して接着します。これで16号の組み立て作業は終了です。続けてボイラーのウェザリングを紹介します。ウェザリングをする方はボイラー室の組み立て前にこの作業をしておくといいでしょう。前回同様、筆にウェザリングカラーをつけてライン状のモルドの縁やくぼんだ部分に塗料を塗っていきます。塗り終わったら塗料が乾くのを待ってから綿棒に薄め液を少量つけて塗料を拭き取っていきます。汚し具合は好みで良いと思いますので、また何度もやり直しが効くので試してみてください。参考ですが、綿棒にもいろいろなタイプがあります。細かい部分には先の尖ったものや小さいものなどいろいろあります。ウェザリングを施すことでモールドの形がはっきり浮き出て立体感が出てきます。今回の作業はこれで終了です。